水面に揺れる光のかけらたち、それは生まれたての柔らかい気持ちたち。あなたに伝えたいから待って、あの海が凪ぐまでもう少しだけ待って。先にあるのは新しい世界。初めてはいつも少しだけ怖くて、切なくて、戸惑って、涙して、それでも苦しいほどに憧れて、どうしようもなく。私は泳いでいくよ。あなたを目指してまっすぐに泳いでいくよ。光あふれた季節をあなたと一緒に歩いていきたいから。凪のアスカラ、10月から放送開始。